伝えテープを貼っております。しっくりこない。よし。こんばんは。誕生日の時にさ買ったケーキ、なんか奮発していっぱい買っちゃったんだけどさ、まだ食べれてないのあってさ、でも賞味期限当日までだったからさ、さすがに今日までしか持たないよなって思いながらも、なんかお腹空いてない、食べちゃって、無理に食べるっていう行為を避けてたので、あと1個残ってる。胃袋大きくなっちゃうから。3つ買って1個配信で食べて1個食べてもう1個残ってる。どうしよう、ダメなのよ、エステ行った直後だから摂取しすぎちゃダメなんだけど、どうしたらいいかな。でももうさすがに今日までしか持たない気がする。ゆうたお疲れ、ありがとう。まあ寝るまでの時間が大事説はある。でもじゃあ吸収されちゃうから、食べたらプニプニになっちゃうから、うわプニプニだ。何？なのこれ。なんでつまめるの？わからない。理解ができない。うわ、なんか目がかゆい。目がかゆいです。顔はシュッとしてきたかも。ガチ週一エステ目標にしてる今。夏服を可愛く着たいの。去年断念した服があって、マジ激痛、激痛です。でも今日はめっちゃ力強かった割に耐えたんだよね。こうやって耐えるのいつもみんなも真似してみてね。そうするといつもいつも「イーイーイー」って「あー」っていうから、いつも「猫がいる」って言われる
そうです。え、迷うケーキどうしよう。間違えた。え、でもほぼいちごなんだよね。いちごタルトだから。一旦持ってこよう。あ、食べたの？ご飯。よかったね。学んだわ。ケーキは一気に買わない。ケーキはいっぱい買わない。ご飯を食べてますよ。うわ、え、これ食べれるかな。微妙だぞ。一口いただきます。でもほぼいちごだからこれ。おいしい。ほぼいちごだから太らない。いちごとカスタード太らない。ほら、いちごとカスタード。うわ、え、だっていちごと練乳よりマシじゃないですか。ねえ、顔びしょびしょだけど、どんな飲み方したの水。うん。ねえ、ダメ。ケーキの箱に入ったんだが、やばくないですか。じゃあ生クリームはちょっと避けさせていただいて。見てください。生クリームついたかな。うん、これくらいで終わりにしとこう。一旦。エステに行った後が一番太りやすいんだわ、多分。知らないけど。
ゴミ箱あさんないで。美味しかった。本当に胃袋が大きくなっちゃダメ。でも私全然ね、ダイエットしてるから全然食べるんだよね、好きなもの。でもタイミングと量がを気をつけるのはいける。ただこの間ラーメン食べたの夜にタイミングも、タイミング気をつけてなくて思う。逃げられた。え、二郎系。え、全然食べた。マックも食べるし。食べましょう。ねえ、なんか食っちゃうよ。なんか大丈夫そう。おねし。大丈夫か。きにゃくパン。カップ麺。え、この間辛ラーメン作ったね。ね、きなちゃん、ママにきなちゃんって呼ばれてんだよね。かわいい。え、私もでもラーメン週3とか食べてた時あった。え、でも本当にね、私でも食べてすぐ眠くなるんですけど、食べてすぐ眠くなる人って太りやすいらしいよ。あちゃん、たかひろありがとう。かもしょうがないね。とってもしょうがない。そればっかりは。ラーメン並んでたら終電のが、そんな遅くまでやってるの？の？今日鈴木カメラの写真載せたよ。よいしょ。あれ、タワーだ。ラユありがとう。何タワーだ。誕生日タワーとか。誕生日。え、そうだよね、おめでとう。メモメモ。4月15。ないよ。ケーキ食べた。私が食べちゃったわ。
なこ箱だよ、君の好きな箱だよ、あげるよ箱、だ好きでしょ箱、あファンデーションブラシ買ったんだ、きなこはい、新しいお水飲むやつ、なんで買ったかっていうと、きなこの顔周りがびっしょびしょすぎるから高さが足りないのかなって思って、高さが高いやつを買いました。後で設置するね、感謝したまえ。これはゴミ。感謝したまえ。きなこ。きなこ。はいしょー。ファンデーションブラシを買ってみた。ファンデーションブラシで。ファンデを塗ってみたいところでございますけれども、きなこ、資生堂やめて、ダンボールあげたじゃん遊び道具で、やめて、なんか奪おうとしないで私のもの、ほら、たっぷり飲める大容量、よかったねきなこ、大容量だし、もっと丸くなっちゃうかな、お水じゃ丸くなんないか、薄すぎて、お遊んでる遊んでる、いいよその調子、遊びな、すっぴんの顔が薄すぎて、でもノイミンってすっぴんで配信する子多くないですか、思ったけど、入ってんのほくろの中、うん、かわいいね、きなこ、
見せしましょう。袋の中に入るきな粉。ベリベリキュート、かわいい。じゃあ見てほしい、これ超かわいい。ダメだ、映っちゃう、テレビが。めっちゃかわいい。かわいい。かわいい。いつもか、どうやって使うんだろう。洗濯機の種類によっては使用できない可能性がございます。だってマジ？めっちゃ撮った、かわいい。かわいいもん。もふもふやね。でもこの子も
可愛いのよ、見て。あー可愛い。バレた、写真撮ってるの。バレた。可愛いですね。ダンボールは遊ばないのね。壊しちゃうわよ。猫お迎えするか悩んでる？ね、可愛いよ。猫猫。このダンボールも。黒と同じ色してますわ、紙袋だから。ま、ミラーボールだ。チョコレートワンフレーズすら歌っていない。バレてしまった。バレてますよ、ミラーボール。バラリンベイビー溶けちゃってキャッチミーダーリン、ピュアピュアココアふわりキュルキュル、なんか眠れない。どこの夏服も可愛いな。体一個しかないのに。夜にはお散歩。私もそのチョコのアクスト欲しい。わ、ゴミ持ってった。散らかしてるゴミ。特別パーティータイム二人きり、やった。え、ロゼのにゃんこ T シャツ絶対に手に入れたい。迷ってる、水色かピンクで。ちなみにだけど迷ってる。眉毛な。どこの夏服、スナイドで公開されたよね。かわいい。あ、でもスナイドでしか買ってない。好きよちょだって君がいいの、君じゃないと。やってないんですけど私やってないんですけどえ
一人数えなんてしょうもないよ。2時半だけど誰か私を登山して I go crazy。ようこそ二人のステージ、どうぞ見ていて。そういえばそろそろ終わりたい。なぜかというと眠たいから。温まってしまったからね。ステで。ねえ、きなこは元気？大きいな、大きくなったな。まだ大きくなるのかな。でもね、小柄な方だったんですよね、兄弟の中で一番。まだ大きくなる予定ありますか？あるみたい。ありそう。ゴミで遊んでくれてるわ、ありがとう。大きくなるかな。大きくなるんか。ほう、すんごいですわ。そういえばさ、きなこっていつ歯生え変わったんだろう。生え変わってる？てかねえねえ、いつの間に歯生え変わったの？見せてよ歯。歯見せて。あ、わあ、立派な歯だね。これいつ生えたの？いつの間に生え変わったの？それ乳歯じゃないよね。私抜けた歯欲しかったんだけど。いつ生え変わったんやの？歯磨きシートしよう。歯磨きシートもしてたからさ、え、これもしかして生え変わってないんじゃない？だって私見てるよ、きなこのこと。結構口の中まで。歯磨きシートします。ねえ、きなちゃん。上の歯、下の歯、前歯、奥歯、うん、これ終わり？まだ磨く？おりゃ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 、生え変わってるよね。立派な歯だもん。いつの間に抜けたの？ちっちゃすぎてわかんないとか。きなこん、ボサボサになっちゃった髪の毛が。ペイ。私のも磨いてもらっていいでしょうか。ごめんなさい。食べちゃったのかな歯。そっか、残念だな。生え変わってるはずだよね、あんな立派な歯だもんね。痛いし、ちゃんと噛まれたら。
ったら終わろうかな。使えない洗濯機ありますだって。大丈夫かな。どっちよ。チュール食べるとき噛んだ？ね。噛むよね。きなこ。きなこシャーって言ったこと一回しかない。しかも声にな出てないシャーだった。口だけみたいな。もうシャーなっちゃんにね。しかも。もう超ちっちゃい時だったからバブちゃんの時でも。大丈夫そう。ダンボール。ダンボールは捨てましょう。今日暖かかったな、そういえば。暖かかったな、そういえばって言いながら暖房つけようとした今。自分が半袖着てるのが悪いんだ。それはそう。それはそうすぎ。それは私が悪いすぎ。バラバラ。うん？なあ、最高。初見さん、ありがとう。最高。電気毛布やろ。つけても。花粉ね、わかる。外出た瞬間、ピョーン。わかる。冷房つけて布団にくるまるあの夏の感じいいよね。なんでこんなに二重幅が違うの。こっちのやつ、あ、こっち取ろ。よし。なにきなこ、なんかガン見されてる。こたつはもう卒業して電気毛布になった。かわいいねきなこ。電気毛布って超よくてね、どこでも持っていけるの。だから私冬のさ寒い時の現場とかに持ってってたよ。なんかいるな。なんかいるな。
あ、飽きたな。飽きたの？飽きたの？ダメ。飛んでこないで。飽きたの？今飽きたなの？段ボールで遊べないほら。落ちるよ。ディアピン、あれだやめ、あれだやめ。やめでーす。ねえ、やめて。きなこもごっつんこしてくれる？ごっつんこ。してくれなさげ。それはメイクブラシ買ったばっかり。ごっつんこ。ジロタソだけなの？ごっつんこしてくれるの。ごっつんこ。なんだなんだこいつって顔で見られる。してくれないの？いつも何を考えて過ごしてるの？暇だなって思ってるの？早く外出してくれないかなって思ってんの？かわいい。よ。ワンちゃんは飼ったことないだけで。ですね。生まれた時からにゃんこちゃんがいたから猫をずっと飼ってるだけかも。外に連れてったことありますよ。散歩じゃないよ。普通に病院行くからカバンに入れて。ジロタソは私は2匹目で、キノコは3匹目です。なんか私猫のこのお手手のフォルムと、あの耳を後ろから見た時の後頭部からの耳が好きで。分かってくれる？後頭部からの耳が好きなの。あと肉球のお手手の肉球ってか、ここのここ、この丸いとこが好き。また水で遊ぶの？昨日も見たよ、その画角。待って、お手手使ってんだけど水に。やばい。はぁ、きなこ。昨日と同じ画角のものが手を取れました。あ、俺の嫁だ。ケイミロ、俺の嫁。嫁でーす。またミラーボール来てる。気づいてしまった。見てください、昨日と同じ画角や。これ誤爆。やだーよー。もうそれ変えるから、水飲み場変える。何その顔。変えるからもうそれじゃなくすよ。えみたいな顔してる。変えるからね。職場の人にご両親。え、どういうこと。やったー。ペポってる、ペポってる。なんか言おうとしたんだよ。あ、そう、にゃんこちゃん飼いたくなるでしょ。でもにゃんこちゃんの方がお散歩とかがないから子育てしやすいかもしれない。
ですね。ただそれこそ、まあ、もし一人で育てるってなったらですけど、それこそ急に何だろう、家に帰れなくなったりとか、もう長期の出張とかってなったら、にゃんこちゃんとかホテルに預けなきゃかもとか、まあ親戚とか。猫ちゃん水嫌いじゃないのか。え、確かに。え、でもめっちゃお風呂は嫌がるよ。もうでも水飲み場の水で遊ぶ。クッションは引っかかれないかな、きなこには。なんかもう猫によります、本当に性格による気がする。超おとなしい子もいれば超暴れる子もいるし。何？メイクブラシはあげないよ。あ、半になった。終わろうかな。終わるよ、きなこ。うん、かわいい。よかったね、かわいくて。かわいくてよかったね。うん、あ、何、かまちょしてあげるよ、ほら。よう、きなこだよ、よう。チキチキ。はあ、きなこ。うん。あら、あずさ、ありがとう、なりたわ。誕生日タースか。なに、かまちょしてんの。誕生日タワーでは頭まん丸なの。あ、21になった。え、そうだよね、撮ったもんね、写真に。おめでとう。メモメモするね、ちょっとメイクしてる時に書かせていただきますね。そうだ、なんかお話し会してて今日誕生日の方がたくさんいらっしゃったんだよね。たくさんっていうほどでもない、嘘ついた、何人か。チキチキ、きなこチキチキ。終わりたいと思うよ。13位、おこのブリンチ、ありがとぺかり。12位、ココにゃ、ありがとぺかり。11位、せまる、ありがとぺかり。10位、かず、ありがとぺかり。9位、かずなり、ありがとぺかり。8位、たかひな、ありがとぺかり。7位、けいめろ、ありがとぺかり。6位、ゆうた、ありがとぺかり。5位、しろた、ありがとぺかり。4位、りおぴ、ありがとぺかり。3位、みずは、ありがとぺかり。2位、なあ、ありがとぺかり。1位、なゆ、ありがとぺかり。ありがとわ、おめでたわ。あずさもおめでたわ。ほら、挨拶しなさい。こっちだよ。ありがとうございました。あ、上手じゃん。こっちこっち、ありがとうございました。あ、あ、ペコリちょっと見てほしい、ペコリペコリペコペコピシロ、ありがとう。あ、ありがとうって。ねねねね。ペコリ。これだったら見るかな。ペコリ。ペコリ。上手です。ダンボール映ってんのやば。あ、あ、では終わります。バイバーイ。